皆さんご存、あー時計が、はい、皆さんご存でしょうか、フレア先輩、カナダ先輩、こより3人合わせてカナリアなのでございますけれども、昨日ですね、3人なんでデートなのかはあれですが、3人で初デートしてまいりました。イエーイ。こよりはフレア先輩ともね、カナダ先輩とも初めてお会いする、カナダ先輩が見つけてくれたとっても素敵なお店にですね、行ってまいりました。カナリア会ったことないけれども、まコラボしかも1回しかまだねしたことないんですけれども、まその後にね、まアフタートークをしたのもありまして、だいぶなんかね、な仲良くなったような気になっている小屋がね、勝手になんかもうね、すごい仲良しみたいな気持ちになってたんですけども、まあ今回も初めて会ったわけなんですが、まあ緊張はやっぱちょっとしたけれども、まあね、すぐですね、ワイワイとお話しすることができまして、めちゃくちゃ楽しいね、デートの時間を過ごすことができました。で、まあご飯をね、一緒に食べたんですけれども、まあそれにプラスしてですね、ソーシャルディスタンスもね、ちゃんとし、カナダ先輩によるね、めちゃめちゃ、事細かな消毒作業もしながら、めちゃめちゃ短時間だけ、ほんと一瞬だけですね、カラオケに行ってまいりました。こよりにとっても、もう1億年ぶりぐらいのカラオケだったんですけども、このメンバーでカラオケですよ。やばないですか？フレア先輩とカナダ先輩の生歌を聴いちゃいましてね、もうね、こよりはものすごい高ぶっておりました。しかも、まあ、フレア先輩が歌ってる時、カナダ先輩がね、すごいうっすらとハモリを入れてくれるんよ。もうね、ダブルで幸せでしたね。今まで配信で聴いたことがなかった曲とかも聴いちゃいました。いいやろ、いいやろ、こればっかりはちょっとね、いいやろマウントを取りたいなと思います。これからもね、かなり遊んでいこうねという話になりましたので、皆さんぜひぜひ楽しみにしててくれたら嬉しいなと思います。あとですね、かなた先輩のお洋服は、普通でした！コヨにとっては、思わず言っちゃったんですけど、普通にオシャレじゃないですかって言ったら、なんか、今日は初対面だから、ちょっと気を使ったと、パジャマじゃないやつにちゃんとしないとなっていう風に思って着てきたけど、この服の模様は、周りからはすんげー模様だなって言われたって言ってました。こよ的には、こよは着こなせないけど、似合ってるからいいなって思った。そう、パジャマじゃないやつでした。でも今後は、気軽にパジャマを着てくるという現地も取りましたので、次回のパジャマも楽しみですね。